正直私としてはイライラするとおかしいですよなんかお母さんはそこら辺んか感じが、ね、して,てる小4の男子です実力では申し分ない息子はテストでミスが多く正直私としてはイライラしてしまいつい怒ってしまいますこのようなことが毎回起こることからミス原因の一つはテストでミスをするとママに怒られるという恐怖からえー、悪い緊張をしてしまいそれがミスにつながっていると確信しました だかららままず私が変わななきゃいけないいけと思いますそこで質問です。なんでとか何ボケてんのよと思わず言ってしまいたくなるミスを連発してくる子供に佐藤さんならどう対応しますかなるほど。いやミス,のミスをしないようにしよう。鍛えますけど。基本的に実力では申し分ない息子がテストでミスをするってそれ実力で申し分あるでしょそんなの。 実力がないってことですよ、テストでミスがするっていうのは。だからお母さんはそこら辺がね、勘違いしてる。だからやっぱり、ミスをしちゃだめなんです。で正直、私としてはイライラするってそう、おかしいですよ。その、毎回起こるっていうのはおかしいですよ。全 <laughs> 然実力があるとか言えんのかな。それは違うでしょやっぱりね、全部合わせて実力っていうので、まあ、だから能力ありそうだけれどもっていうことだと思いますけどね。だから能力ありそうなんだけど、ミスをすると、やっぱりちょっとトレーニングが足りないってことですかね。 だから、ね、まあお母さん実力ではなんか申し分ないって言うんだったら、まあ、こ心がちゃんとできそうなんだけどっていうのにミスをするっていうんだからやっぱりそこのところはそのテストでミスするとママに怒られるっていう恐怖ってそのよっぽどそんな恐怖を感じさせてるのはそれはちょっと悪いっていうのとテストってだからミスをしてもあのミスを次に持って帰ってねテストを持って帰ってミスをしたところは、まあ、丁寧に2人で見直す。 っていうことだけでいいんですよ。そこに感情とか、そういうの入れないんですよ。だからまあかわ、お母さんは変わらなきゃいけないっていうか,か、お母さんはね、変わらないと思う、性格っていうのは、人間って。だからお母さんは変わらなきゃいけないのは、もう声かけと、ミスに対する考え方ですかね。基本的にミスしちゃだめなのと、ミスはちゃんと見直すっていうことと、あの、まあ、丁寧に見直すってこととね、なんでとか、何でボケてんのよって、そ,のそれはまあ、言い過ぎかな。 あボケてるわけじゃないんでねこれはだからそんなこと余計なこと言わなくてこれはどうして間違えたのかなってこれはだからこれをもうちょっと字をきれいに書いたら間違わないよねとかねこれはもうちょっと丁寧に書いた式を書いたら間違わないよねとかいうことをね的確になぜ間違えたのかっていうことを言ってあげるってことが大事だと思いますよ。